お疲れ様です,かやってーす。今回も龍がごとくサブストーリーやっていきたいと思うんですけど、早速絡まれてます。こっちにも敵がいます。もう絡まれすぎー。えぐーえ、どっちお腹が減ってるのか、それとも寝てんのか、どっちむ、なんだこの音は。向こうから聞こえたようだが。ガキはあ、お腹すいたな。今のはあの子の腹の音だったのか。かなりひもじそうにしているが大丈夫だろうか。 えーと、サブストーリーが1個生まれました。少年ありがとうおかげで敵を負けたよ。というわけで、今回はですね、サブストーリー進めていきたいのが、んちゃんのやつ。覚えてますかね、皆さん。あ、えっ、ー、と、UFO キャッチャーのやつです。UFO キャッチャーのやつと、あと、カバンをなくしたやつ。あれを進めていきたいなと思っております。というわけで、やっていきましょう。カットです。 よーし、兄さんぶっ倒したので、次行きまーす。ああ、まあまあやー。だいぶ上がってきたね。ついでに能力強化できんね。もう、ほぼほぼ全部取れるようになってきたね。よーし、ラッシュコンボの攻撃技が、攻撃数がさらに増加いいね。あ、ポイント足りねえや、クソが。 うわー、よし。じゃあ、ゲーセン行こう。待って、ゲーセンになんかびっくりマークついてるから、多分イベントあるわ。イベント見よう。入ったらあるかなあ、ない。いや、違う、文ちゃんがいるってことあ、文ちゃんいる、文ちゃんいる、文ちゃんいる、文ちゃん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 、ちゃん。白の文ちゃんってどれこっちこの奥のやつかな。まぁ、あ、やってみるか。横に移動だよ。 クレを右に移動あっえっ長押しかこういうことこれ確率機確率機だといいけどすぐ終わるかな多分白の文ちゃんってこれだよねであれなんだねクレーンゲームって日替わりかなんかなんだねいやー取れなそうなんかどうにかあーああああ こんなところで止めちゃってー、馬鹿にするのか。だお<ー>まだ取れねえだろうと思って、のんびりやってたら、取れたー。きたー、文ちゃんおいで、これ白でいいんだよね、文ちゃん。おお、びっくりした、そこで弾かれて、取れませんっていう落ちかと思った。こんぐらちゅらいしゃん。あ、文ちゃん白だ、やった。オッケー、じゃあ、終わろう。 もう来ないたぶんおいパパツ男ああなたもしかしてシルエッの文ちゃんを譲ってくださるのですかお礼ならはじめますので30万30万そうぬいぐるみなら持っているが<え>ほ本当ですかお願いします譲ってくださいこれこの男どっかで見た気がするんだよねどこだろうどうしようか譲る このぬいぐるみでいいんだな文、うん、ちゃんを渡したあっあなた見かけによらず失礼純粋な失礼ありがとう本当にありがとうあっあのよろしければお名前など伺っても大丈夫ですか桐生ズ馬でーすあと家具屋のおもちゃ箱でーす桐生さんですねおれ俺を忘れんなおいしっかりと覚えました俺も覚えろあっ申し遅れました私佐々木というものです 佐々木さん、これはほんの気持ちです。受け取ってやってください。1万円、ちゃんとかねこんなにもらっていいのか、ええええ、大丈夫ですよ。自分で取ろうとするよりも全然安いですよ。お前、へったくせやな、それは。はーい。終わりかなこれでサブクエスト。違うー。えゆうやから電話。ごめん。<laughs>

前の、あ、まだ、あー、けど違うんだ。ユうヤの彼女が舞台に出るらしい。ピンク通りと言っていたな。後で顔出してみるか。OK。一瞬あれかなと思ったわ。前のあのー、ボディコンのやつかなと思ったけど、違かったわ。ええー、と、あ、違う、これガキだ。そうか、ここガキか。これ2000円。えー、っと、じゃあ、まだ発生しないのかなサブストーリー。 じゃあ、このガキやっちゃおっか。いや、うーん。いや、ガキやるわ。うーん、やはり気になる。ああ、ああごめん、飛ばした。え、な、何お前、腹が減ってるのか。あ、もしかしてお腹の音聞こえちゃった恥ずかしいな。うん、ちょっとお腹ついちゃって。そうか。何かやろう。あごめんね。ちょっと待っててくれな。今、コンビニ行ってくるからね、おじさん。 コンビニどこコンビニ一番近いのどこだここだな。タクシー乗って移動してやろう。<laughs> どうしよう。味噌ラーメンとかお湯必要なやつ買ってってやろうから <laughs>。で、盛り合わせとかいろいろ買ってってやろう。とんかつがいいだろう。ガキはとんかつ好きやろう。あと焼きそばと肉まんも買っといてやろう。ガキはとんかつ大好きだよ。もう昔ね。 母親がトンカツを家で作ってね。で、あのー、食べたんよ。んばってなって、一口目で。なんだこれと思って、中見たら、とろーっとなんか茶色いのが出てきて。で、母親に聞いたの。チョコ入れてみたーって。<laughs> 入れるな、トンカツにチョコを。 さすがに普通のあるだろうと思って「他のないの?」って言ったら「ああちゃんとしたのあるよ」つって出されたやつがその中もチョコが入ってたふざけんじゃねえやつ案外美味しかったんだけどねあよかったガキ屋喜んでる気にするなよくで食べるんだぞマグマグおいしいおいしいやとね誰かがカバンを持ってったみたいな話してたんだよ亡くなったという白いカバンを不良っぽいやつが持っていたらしいが、うんむ すげえうんこ座りしてる。海外の人ってこの座り方できないらしいね。あいつが犯人か決めつけるには早くない。おい。おい。あんた、ちょっとカバン探してるんだが知らねえか。なくして困ってる人がいてな。ゆっくりと立ち上がって。持って逃げた奴がこの辺にいるって聞いたんだが。<ー>なんだよあんた。カバンのやつ知らねえよ。本当に知らねえのか。隠してんなら正直に話した方が身のためだぜ。 そんな白いカバンなんて俺がてるわけねえだろ何のことだかさっぱりだおうよくカバンの色が白だとわかったの名探偵キリュウさんあじゃあ病院のベッドでゆっくり思い出してみるかわわかった待ってくれ俺は金金で頼まれてカバン取っただけだよ信じてくれカバンはそいつらが持ってるえー、その頼んだやつは今どこにいるんだあ あいつは第3公演にたむろってるい。今行けば多分取り返せるよ。オッケーじゃあ第3公演に行きましょう。カットです。なんか歩いてたらさ、めちゃめちゃ顔真っ赤なやついる。顔真っ赤で、目がもういってる。怖すぎ。で、俺前からね、ここ三角公園だと思ってた第3公演だね。どこで三角公園ってなったんだろう。あ、ガキいるじゃん。うんあの子こないだ飯を食わせた坊主か。なん あんもういろいろあるこれでまた遊ぶ金が増えるね早く売っちまうぜカバンを持ってるっていうのはあいつらのようだなえー、ガキおい,おい坊主あまた会ったねおじさんお前一人でこんなところに釣ったって何やってんだお母さんの帰りを待ってるんだ近くのお店で働いてて夜に迎えに来てくれるんだでも話し相手もいないしちょっと暇なんだよねそうだったのか だからおじさんが話しかけてくれて嬉しかったよ。今回、今回で今日初めて声を出したかも。そ、そうか。まあ、変なやつについて行ったりするんじゃねえぞ。うん、わかってる。またね、おじさん。ああ、子供一人でこんなとこで親を待ってたらそれ暇だよな。はるかだったら、おお、はるかのお友達になれるあ、はるか連れてきたら進む系のサブストーリーだ。おい,おい、その白いカバン盗んだもんだな。返してもらおうか。<え>なんだてめえ。 何をさ、このカバンの持ち主か違うけど、とりあえずぼっこすよ。なんだっていいだろう、おとなしく返すほうが身のためだぞ。うるせえ、このカバン先に俺らが目をつけたんだ。<laughs> 違う、一番最初に目をつけたのは買った人。そうそう、豊島の女が大好に持ってたんだ。きっとブランド物に違いねえぜ。多分、旦那さんがくれたやつとか、そんな感じだよ。邪魔するとぶっ飛ばすよ。生きってんな。キリュウさんにようそんな口利けだな。 俺はぶっ飛ばせよ。少年いなくなってる。おら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 進化したキリュウさんのラッシュスタイル。強すぎる。あ、こいつめっちゃガードする。おい。え倒れたんだけど。よし。ザコー2。草底なめ口ちダンバリンシャンシャンだった。だ、なんなんだ。強すぎるだろ、このスタンス。俺キリュウさんですから。か、勘弁してください。 これお返ししますんで許してください。白いカバンを取り返した。OK。えー、っと、どうしよっかな。あ、これ自動でいい。あ、しない。ちょっとガキ、待ってろ。はるか連れてくるわ近いし。こんな天気いいのに、はるかずっと中に刺さしちゃったな。はるか行くよ。おいで。ごめんな、そこでずっと一人して。お前も暇だよな。一緒に行こうぜ。 行くよはるか連れてキャバクラ行くかお守り欲しいなって言った今はるか <laughs> あー頼み方かわいいなどうしよっかなー先にガキやるかガキあおじさん最近よく会うね俺が会ってんだよ えおじさんと知り合いなのちょっと引かれてる <laughs> ああまあな前に飯を食わせやったんだ君おじさんの子ギリえ違うけどあなたはここで何してるのいやなんか精神年齢的に甘なそうお母さんの帰り待ってるんだお母さんああこの辺にいるのうんそうだよ近くのお店で働いててねいつも夜遅くに迎えに来てくれるんだよへえそうなんだ 偉いね、ちゃんと待ってて <laughs> まあねやはり子供の同士の子供同士の方が話が合いそうだなグー飯食いに行くかさっき食っちゃったもしかしてお前また腹使ってんのかうん今日は平気だと思ったんだけどなお腹空いてたんだねおじさん何か持ってないのいやー持ってないなあ なんだじゃあちょっとお店行って買ってきてあげようよそうだなちょっと待ってろよボ主ズえ本当に分かった待ってるよまたとんかつでもわすかこちら温めますかえ弁当のことか、えー、ああそうだなやっぱりき <laughs> <laughs> さんちょうど退屈して体が冷えとった頃やろところやキリュウちゃんと喧嘩したら最後にアップできるの寒いだけなら他当たってくれ別に俺と喧嘩しなくてもいいだろうが あ,あ今俺を温める U ターンはお前やろが早うチンしてくれや。なんでそこ入ってんだよ <laughs>。はい、いやさっきのそういう意味で言ったんじゃねえよ。男が一度言ったことを引っ込めるんちゅうか、それを数字が通らへんのや,やないか。おうちち、しょうがねえな。言っておくわ、やけどする程度じゃすまねえぞ。望むところや、ほな覚悟しやすきるじゃんよ。終わりじゃん。温まったか、兄さん。 やっぱり冬はキリュウちゃんに限るの。<laughs> オーバーヒート寸前やダメやん。このホテルしばらく冷めてて、冷めんかもしれへんわ、どっかで冷ましてこな、また喧嘩できへんわ、山でも行くか。気をつけてな。どこにいても油断できねえな。はーい。弁当を温め損なったな。確かに。おー、A の。あれまで行ったね。え、今、はるか手つなことした。行くよー。 行くよあー手つないでるかわいい犬,犬な難なのつけたいな,ーなミケとか,いいかあーいいないいなードラゴン書き <laughs> バイスとかつけたい俺犬の名前に ヘフェバイスとかのバイス。おじさんってあんまり笑わないね。わないね。お仕事の時は笑うのんだってお店の人とか。確かに。みんな笑顔で働いてるでしょそうだね。まあそうだな。キリさんの仕事の場合はもう怖い顔してるもんなずっと怖い顔の方がいい仕事だったからな何<そ>ああ、電話来た。あれかな 毎度マジマ組の西田です。おう。あた兄さん、きれのなおじき、普段タクシー乗ってますっていうか、むしろタクシー好きですよタクシー好きっていう感情は抱いたことない。はいきなりどういう質問だいやー、タクシーって便利ですよね。なんであんなちょっと距離移動するだけ、あのいつも使ってしまうんやろって不思議ですわ。何言ってんのかさっぱりわからねえな。ああ、もう用はなくても、今すぐタクシーに乗りたいそれでは、失礼します。あータクシー乗れってことだね、この後。こんなふりはタクシーに何かがあるな。分かってきたじゃん。 あ、おやゃんキリュウのおじきと遊んでお疲れみたいですわ。ちょっと休憩してからまた遊ぼうやって言うてました。どっかでくつろいでるかもしれませんし、カムロチョにはおらんかもしれませんね。あー、OK、あー、ケーああ現時点ではこれ以上、マジマとの因縁を深めることができません、ね、メインストーリー進めたり、特定のサブストーリーをクリアしたりすることで次のイベント。あ、そうなんだ。おい、小キ、買ってきたよ。マカノチ。 おじさんいつもありがとうね本当はお腹がペコペコなんだ <laughs> モグモグどういう食い方よかった急にボイスがちゃんと入ったよかったね,ねおじさんうんよかったよかったなのかこのサブストーリー力入ってるのか知らいけど<あ>声がちゃんと入ってる何時間,何時間もう大丈夫 明らか大丈夫じゃない声になった<ん>お腹痛いどうしたのえっ知り合いに医者いたっけそうだよねえ突然のあれ病院かお前 医者みたいな顔してね<い>今医者って言ってなかったかあやっぱり言ってたあああ言ってたけど何がこの子を病院連れて行きたいんだうーんこの近くには病院になってねーなよてだよえでは今言ってたのはありゃ病院なんてもんじゃねクソじじ俺の手の傷麻酔なしで治療しやがったちなみにその病院のどこにあるんだあーオッケーやめておいた方がいいと思うけどねいいから教えてくれしゃあねえな大平通りの赤牛丸の並びにあるざっけビル3階オッケー 何ち、こんな時に、切るだ。ああ、切るのだな。なんかモニター室で偶然見かけたらお困りのようだったんで。モグさ、夜、ようやるやん。子供が倒れてな、病院探してるんだ。このま、ああ、やっぱりそうなんだ。近くにないんだ。腕のいい医者の話なら知ってますよ。腕のいい医者ええ、まあ、綺麗な病院じゃないんですかね。まあいい、教えて。な、塚本近くのビルでひっそりやってるんです。まあちゃんとした病院がいいんでしたらおすすめできませんが。 今そんなこと言ってられないそいつはどこにビルにいるんだあーやっぱりそれかこれで多分場所が出てくるんだ場所が出てくるというかキリオさん勝手に行ってくれる行ってくれない、えー、これじゃね塚本委員ってあったわお邪魔しまーすやばこの子を見てもらいたいんだがどうにかならないか どれ、見せてみろ。うしハラガイタイトイテトウルトンだ。Hm。にかいえないおいこっちはどれレセコチョウが大事だろおいありどれ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 どどれ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  こいつら後から来たのに手術してるこっちの方が緊急性高いんだよえ死んではないでしょ見てわからんのか今手術しそうだよ出てけ,出てけお前俺の弟見捨てた許さないうるさい出ていけというのはわからんのか本当だよ出てけ お前も弟のように死ね。よしいーソーキルさ俺が相手になるぜならお前も殺してやるよ。こは目がいっとるで、じゃあ僕コします。えあー、こっちかびっくりさた。手術室でやるのかと思った。あ武器あるじゃん。ok。 どうなった手術は終わったのか大丈夫ああ、腕いいんだね、だ本当に。中水源危なーいよく分かったよね、あの一瞬で。こっちは何だったの兄弟揃って。お前ゾやつだる今日だる今日だよ。今日だ

まあ俺が母親の店を探して連絡をして,てあありがとう。お前世話かばるぜ。じっとしてろよあんな場所でうろつくんじゃねえぞとうだよこの子もきっと母親を待っているのが楽しいんだろうあ<ー>なあそうだろうんじゃあセレナ使えないよこの街には大人子供関係なくいろんな事情を持った連中が山ほどいるもうマスターもいないしだがみんな精一杯頑張ってる だから俺はこの街が好きなんだよ。よ<ー>そうだな。だからあんたみたいな医者も必要なのか。その通りだ。俺は患者に一切の差別はしない。のいい医者。医者、普通の医者。で苦しむ人間がいれば、誰でも助けるさ。ちゃんとした医者だ。じゃあ、俺らは帰るぜ。あ,あ元気だな、坊主。また今度会おうぜ。そういえば。 代金はそうだよ、まあ、金それなら問題ね。俺には強力なすんでなそうなの。そうなのかはい。へ<ー>まあとにかくりがとうな。ありがとうな。うね、いうことは完全にかぶった。<laughs> えっと、カバン、今日やったのって、医者の本文これでしょで、文ちゃんでしょあとカバンか、カバンやって終わりしよっか。金しかし、 あんんたの社長さんも物好きだ、ね、おううちの社長がファンなんですよ一緒にファン先生が尊いでのらえそっか風間社長その風間社長さんとやらによろしくあれか<前>風間のおやすさんってこと、はい、えどういうことえどういう流れがあるの えー、気になる。ケケチ4万5000んでキリさん無言なのえごめんちょっとだけ調べていいよ俺これ。あ待ってこれさ調べようと思ったけどさここでそんなに書かれないっていうことはさ後々の,の,のストーリーで書かれる可能性あるネタバレになっちゃうやめとこっかえっ、ー、とサブストーリー進めに行こうか。 えーちょっと気になるけど、どっかでその真相分かるのはどっか、もしあの、分かる人でネタバレになるって言うんだったら言わないで、いつか分かるよみたいなコメント書いてほしいんですけど、えっと、もしそのうち分かっえ、えどっかしらでも出てるとか、別にそれネタバレにならないよって言うんであれば、あの、教えてください。で、カバンのやつはどこだ あはるかいるいないで出てくるやつが変わるんだなるほどねじゃあドン・キホーテ行ってはるかに買ってあげてそれで終わろっかやっべえやっべやっべえもう来ないかなはる <laughs> かめっちゃトコ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 ,トコ,トコーって走ってきてるかわいいいいよ ごめんなぶつかっちゃってわかったわかった買ってあげるから<ー>500円でいいのかわいいねありがとうおじさんあのーはあ、見つける信頼度とかあるスタミナのやるかってありがとうおじさん、あのー、<laughs> 梅雨だくにしてもらおうとしてんのおもろ 初めて一緒に並んで食ってる今までずーっと桐生さん買って食ってたもんなはるかの信頼度もう普通に S で行うないあんなストーリーあったんだからなっちゃうオおじさんおいい、e、まで上がったちょろいなこのガキ かな雨玉何一回舐めたとかそういうおう <laughs> じゃねえよハルカそろそろ帰ってくんねか一回よかった喜んでるなんか本当に年相応に喜んでるなえー、そっかハルカがいないといけないストーリーもあるからハルカを連れて歩くス,ストーリーじゃないえっと パートと連れ歩かないパート作ってもいいかもね。おい,おい、あんたの知るかも見つけてきたぞ。あら、見つけてくれたのね。本当に助かったわ。これでなんとか出会ったまで間に合いそうよ。そうか、よかったな。よし、OK かな。ありがとう。すぐ着替えてくるわね。えああ,えあ何？あ、あんた、その格好は <laughs>。 実は、<laughs> 彼氏無理があるだろう、無理があるだろ。無理があるだろ。女子高生、はってなってなってる。口止めだよよ。<laughs> 1一万円、純粋な金。それじゃあまたね、バイビー。父。それ彼氏、りょうくん、待、ま、った。い,いやい。いや、俺も今来たところだ。<え>なんで腹押さえてんのボロボロじゃない。はあ ちょっと変なオスに絡まれちまってな、そんなことより早く遊びに行こうすあああ<ー>あええー、<laughs> リョウくん、リョウくんさっきボコんなかったあらあらかわいそうに、じゃあ今日は私がいっぱいリョウくんしてあげるね。はい、やっぱ彼女は女子高生限る女子高生じゃないお似合いのカップルだな。<laughs> サブストーリー30個目。おめでとう。よし。じゃあ、一旦終わりましょうかね。次回やりたいのが、まじまの兄さんを進めるのと、えー、恋人はショーガールと、UFO キャッチャーも進めたいね。佐々木のやつ。あと、ヤクザ志願者もそろそろ進めたいし、色々あるんだね。というわけで、また次回もサブストーリー進めていきまーす。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。 仕事していきます。<music>